それでは今日の話題に入りたいと思います。前回の授業では浮動小数点演算における誤差の扱いについて途中で説明が終わっておりました。で、前回はその中でその丸目誤差に関する説明まで行いまして、で、2番目の桁落ち誤差の途中で時間が来てしまいましたので、今日はその桁落ち誤差のところから説明を始めたいと思います。で、丸2ですね。丸2の桁落ち誤差の説明です。で、途中の部分までは前回の授業の最後の部分で板書しているところをもう一度書きますので、皆さん適宜前回のノートを見ながら復習してください。で、前回では例題としてその仮数部が10進9桁の2つの数の引き算を出しました。で、1つは1つはこういう数ですね。1.234567891×10 の0乗と。で、もう1つは1.2345までは上の数と同一なんですけれども、まあ、それよりも下の桁は全部0が含まれているような数ですね。で、まあ、この2数の引き算を行いますと、まあ、皆さん明らかだと思いますけれども、計算結果は まあ、こういう形ですね。0.00006789×10 の0乗と。いう結果になります。で、もう一度復習として注意を述べますと、2つの浮動小数の加減算を行う際にはこの小数点の位置を揃えてこう計算する必要がありますので、その正規化されていたものからどちらかの数を別の表現、もしくは、どちらかの数を別の表現に切り替える必要があるということですね。で、この2つの数の場合はたまたまどちらもその指数部の値が同一ですので、どちらの正規化された表現も同じ表現になっていて、このままの形でこう引き算を行ったということになっております。ところが、この引き算を行った結果はこのように上位桁に0が並んでいますので、この数を一度正規化しておく必要があります。そこで、ここでこの数の計算結果の正規化を行います。そうしますと、この正規化の場合は、今までいくつかの例でやりましたように、その整数部1桁、仮数部が整数部1桁になるようにしますので、6.789という上位4桁を確定するんですけれども、その下位の、それよりも下の桁の情報がもともとないわけですね。そうすると、計算機によっていろいろな操作を行うと思いますが、一つやり得る操作としてはどうしようもないので、とりあえず0を詰めるということをやるとします。0,0,0、そうですね。これ6点。何個あるのかな。そうですね。10進9桁なんで、0が5桁入ると。
で、指数部を10のマイナス5乗に直しておくと。そうしますと、問題になりますのが、この0を詰めた解の5桁でして、でこれらの、この桁がですね、その正確とは限らないわけです。もしかすると、そのもともと表現していた数のおかげで、ここがこういう正確な値になっていることもあり得るかもしれないんですが、常にそうとは限らないわけなので、とここで、その、誤差が混入する可能性があるというわけです。でこのことから、その、不動小数で精度が保証されている桁を有効桁というふうに呼びますけれども、この有効桁の数ですね、有効桁数がこの場合は与えられた不動小数の9桁からこの計算結果では有効桁数が4桁に減少しているということは見て取れると思います。でこのような形のその誤差の混入を不動小数点演算における桁落ち誤差と呼びます。その桁落ちの語源としましては、今見てきましたように、仮数部ですね、ほぼ同じ大きさの数で引き算を行うことによって、その仮数部の桁が互いにキャンセルしたことによってそれを正規化したときにこのような形で誤差を含み得る桁がこう増えたというような現象からこの桁落ち誤差と呼ばれています。で一応この計算例にもありましたけれども、この桁落ち誤差は特にその絶対値の大きさがほぼ等しいような数の減算で特に生じ得ることがありますので、このようなその計算を扱う際には、この桁落ち誤差の発生に注意する必要があります。以上がこの桁落ち誤差の説明です。ここまで何か質問などありますでしょうか。じゃあ特に問題ないようでしたら次へ進みたいと思います。で次の3つ目の誤差というのはよく情報落ちと呼ばれるものです。
で、この情報値はそのいくつかの浮動小数の計算を行う際に、その例えば3つ以上の数が与えられますと、その3つの数を、まあ、どのような順番でこう加えたり引いたりするかっていうことで、こういくつかの手順、何種類かの手順が発生すると思いますけれども、その手順によって計算結果がこう異なってくることがありえるという、そういう話です。で、今回の例では仮数部が十進三桁の3つの浮動小数を用意します。で、3つの数を用意するんですけれども、まあ、x を1.00×10 の4乗と、それから y を−1.00×10 の4乗、それから最後に z を1.00×10 の0乗というふうに与えます。で、この3つの数に対して、それらの和を計算することを考えます。で、この和の計算なんですけれども、その、まあ、和の演算を2回行いますので、そうするとその最初にその x プラス y から計算するのか、あるいは y プラス z から計算するのか、あるいは x プラス z から計算するのか、そういうこう演算の順序で異なる順序が生じるということは皆さんもすぐピンとくると思いますので、で、まず最初に、y プラス z を先に計算してから、それに x を加えるという順番で、その計算結果がどうなるかというのを見てみます。まず最初に、y プラス z を行って、それに、その結果に、x を加えるということですね。で、じゃあまず1番目の y プラス z の計算から見ていきますと、y がこうですね、それから z が、z が1.00×10 の0乗。ですので、これを加えるんですけれども、先ほども説明しましたように、その加減算を行う際にはこの桁を揃える必要がありますので、桁を揃えてもう一度書き直してみます。そうしますと、まあ y の方は−1.00×10 の4乗としまして、で、まあこれにその z の桁を揃えることにしますと、桁を揃えるというのは、この指数部ですね、この指数部を揃えるということですね。ですので、
数部をまあ10の4乗にした上でこの z を表現するとどうなりますかって話ですね。そうしますとこの場合は 0.0001 かける10の4乗という形になります。でそれを加えますと、すみません、最初の数の設定に誤りがあることが見つかったので、z をですね、ずっとこれマイナス1にしましょう。すみません。そうしますと、ここはマイナスになって、でまあ、ここはマイナスになるわけですね。z の正負を訂正してください。で、そうしますと、この計算を行いますと、マイナス 1.0001 かける10の4乗になるわけですけれども、で、これをその元の与えられた不動小数のその表現でまとめますと、この仮数部が3桁ですので、まあ、この3桁で表すわけですね。そのためには通常はこの4桁目でこう四捨五入するといったようなことをしますと、そうするとこの結果がですね、マイナス 1.00 かける10の4乗になります。ですので、ここのその z によって加えられた情報がこの丸めた結果消えてしまったということに注意してください。で今度は今の1の計算結果に対してこの2の計算を行います。その時にまず y プラス z は先ほどの1の結果から -1.00 かける10の4乗。でそれに対して x は1.00 かける10の4乗ですの で加えた結果が0.00 かける10の4乗ということで、まあ、答えは0.0 になるということに注意してください。ここまでいいですか。では、次なんですけれども、今度は ここに書きましたように x プラス y を先に計算して
まあ、その結果に Z を加えるという順番で計算してみます。で、まあ、先ほどと同じように順番に計算を実行していきますと、まず最初なんですが、x が 1.00×10 の4乗で、で、y は、マイナス 1.00×10 の4乗ですので、これを加えるんですけれども、今回 x と y は、その桁がもともと揃っているわけですね。具体的に言うと、この指数部が等しいですので、そうするとこのまま仮数部を並べて、こう加減算を行ってもいいことになります。ということで、このまま加算を行いますと、まあ皆さんお分かりのように、x プラス y が0.00×10 の4乗というふうになります。で、ここで、まあ指数部が10の4乗ですけれども、仮数部が0になりましたので、これは一応指数部も10の0乗に直しておきましょう。こうですね。で、まあ今回は、桁を揃える操作がいらなくなって、黒板の右側ちょっと空きましたので、右側に続けて2番目の計算を書きますと、x プラス y が先ほどの1番目の計算の結果から 0.00×10 の0乗であったのに対して、z がマイナス 1.00×10 の0乗でしたので、まあ、これを加えます。で、そうしますと、この場合も指数部が両者の数で一致していますので、その桁を揃える必要はなくて、このまま仮数部を加算すればいいわけですね。そうしますと、その結果が、マイナス 1.00×10 の0乗と。ですので、答えがマイナス 1.0 になりました。で、ここで皆さんこうすでに気づいたと思いますけれども、その先ほどの括弧1の計算ですね、括弧1の計算は y プラス z を先に加えてから x を加えた時には答えが 0.0 になったのに対して、今の場合x と y を先に加えてから z を加えた順番で計算しますと答えがマイナス1になるというふうに、その演算の順序で計算結果が異なるということが不動小数演算では起こり得ます。皆さん、こう今まで数の体系でですね、こう整数とか有理数とか実数を学んできた際に、その指則演算に関するその結合率ですね。まあ、具体的に言うと、その加減乗除の順番を変えても、まあ、例えば特にその実数のような単位のような場合には、その計算結果は変わらないということが、まあ、大原則なわけなんですけれども、実はこの不動小数の数の体系では、それが必ずしも成り立たない、成り立つとは限らないというところに注意してください。で、それから、この例でも見て気づいた人もいるかもしれませんけれども、その今回のような情報値というのは特にその絶対値が大きくこう異なるような2つの数の、2つもしくは複数の数の加減算を行う際に起こりうることが多いです。ですので、特にその不動小数演算で加減算を行う場合には、なるべく絶対値がですね、
近いもしくはまあほぼ等しいような数同士からだんだん加えていくという工夫をするということも大切になってきます。以上が今回のその情報値の説明ですけれども、何か質問などありますでしょうか。で、不動小数演算ではこのように、いろいろなその計算の手順ですとか方法によってその誤差が生じうることがありまして、で、それは例えば今のようなですね、その加減算の順番に限らず、まあそのいろいろな計算を行うわけですけれども、その計算の手法によってこう誤差が大きくなったり小さくなったりということも起こります。ですので、そういったことに対してそのなるべくその誤差が積もることを防ぐ、もしくはその計算の過程で誤差がどのぐらい積もるかというのを定量的にこう見積もる、そういったことがこの不動小数演算をいろいろな計算に使うには必要になってきておりまして、そういったことを専門に研究する分野として数字計算ですとか数値解析という分野があります。で、数学の特にそのこの計算基礎学1で扱うような範囲においては、このようなその不動小数演算というのは今後ほとんど登場しませんけれども、現実のこう社会で行われている計算においてはこの不動小数演算を用いた計算というのは幅広く行われておりますの で、 まあぜひ皆さんにもですね、そういった一端を知っていただくとともに、これから皆さんがその実際に社会に出たりしてこの不動小数演算を何らかの形で使う場面にこう遭遇したときにこう、 うまく使いこなせるための手がかりにしてもらえればというふうに思います。でなおこの数値計算や数値解析に関してはこの筑波大学にもそれを専門に研究されている先生方もいらっしゃいますし、あと、学部レベルの、 その数値解析といった授業も開講されておりますので、まあ、多分情報科学類でやっていると思いますけれども、まあ、興味のある人はこう聞きに行ってみるといいのではないかと思います。で、一応テキストの、まあ、12ページの方ですね、この、まあ、ちょっとしたところにだいぶ時間をかけて頑張りましたけれども、その不動小数の説明はこの授業ではだいたいこのぐらいにしておきたいと思います。それからテキストの13ページにはその、まあ、グレイコードを用いた自然数の表記というのと、それからマイナス2進によるその整数の表記というのがありますけれども、これは時間の都合で省略させていただきます。でただその 2.1.3 のグレイコードに関しては、実はこの9連環というその知恵の輪の一種のゲームがありまして、でこのゲームをですね、解くと解法とこのグレイコード の関連性が知られております。で僕も実際にやってみたんですけれども、この9連環については、酒井先生が計算機のですね、計算基礎学計算研修で昨年担当された酒井先生がこの9連環の実物をお持ちですので、興味のある人はこう行ってみて遊ばせてもらえるといいのではないかと思います。今一応参考程度に述べておきますけれども、そういった関連もありますので興味のある人は調べてみてください。ここまでよろしいでしょうか。それではテキストの方は14ページセクション 2.1.5 の多精度整数の表記と加算というところに入りたいと思います。
で、これまで、何回かの授業で、その駆動小数演算について説明しまして、で、駆動小数演算でもありましたように、その駆動小数演算では、誤差を含むようなこう数をこう扱う場合について説明してきましたけれども、今後そのこの授業で扱うその整数ですとかそれから有理数などの演算は全部正確に行うことを前提とします。ですので駆動小数の話はまあこれ以降は出てきませんで、まあ基本的にはその整数ですとかあと有理数のそのを正確に表して計算機でこう演算を行うということを前提として考えます。でそうしますとその整数例えば整数をですね厳密に扱うということを前提にしますとこれまでの授業で計算機の仕組み構成についてやりましたようにその整数例えば整数の加減算っていうの加減乗除といった基本的な演算はワード単位で行うということを言ってました。でワードは例えば32ビット符号なしの場合ですと0から2の32乗マイナス1までの整数を扱うことができるということをやっていたんですけれども、そうするとその1ワードに収まりきれない数を扱う場合厳密に扱うって言ってますからどうすればいいかという問題にぶち当たるわけです。でまあ、どうすればいいかっていうとこれは1ワードでは表しきれませんから一つの数を表しきれないっていうんですからまあメモリはたくさんありますのでそうすると考えられることは、まあ、複数のワードを使って一つの数を表そうというわけですね。まあ、そうすればそれがうまくいけば、まあ、もっと大きな数が与えられても、まあ、1ワード例えば32ビットの計算機でそれらを扱うことができるということです。なるわけです。ですので、1ワードには収まりきれない数を扱う場合の基本的なアイデアとしましては、複数のワードを用いて1つの数を表現した上で演算を行うということになります。でこういった手法でその複数のワードを用いて一つの数を厳密に表したり演算したりすることを
多精度演算と言いますけれども、まあ、英語で言いますと、マルチプレッションアリスメティック。というので、まあ、マルチプレッションからこう多精度という言葉をが出てきていると思うんです。坂井先生は多精度っていうふうに書いたと思うんですが、あまり日本語ではその多精度というはそう頻繁に呼ばれないかなというふうに思います。でむしろ、日本語でよく使われるのは、まあ、多倍長演算とも呼ばれます。ですので一応今後はこのどちらかの言葉をこう適当に使うかと思いますけれども、一応まあこのどちらの言葉が使われてもこういった概念を指すと思ってください。まずこれがその多精度演算もしくは多倍長演算のこう基本ですね。それではそこでじゃあ実際にそのまず整数のその多倍長演算をどのように行うかっていうことを考えてみましょう。整数といっても以前その計算機の構成でやりましたようにその符号のついた整数とそれから符号のない整数、すなわちまあ負の場合をまあ取るか取らないかっていう2つの場合がありますけれども、まあ、最初はこう負の場合を考えない方がこういろいろと表現や手法は単純になりますので、まずはその非負の整数 その多倍長演算から見ていきたいと思います。で、まあ、比負の整数の多倍長演算なんですけれども、このことをまあ多倍長整数と呼んだり、多精度整数と呼んだりすることがあります。それから、今回最初はとりあえずこの演算の中でも特にその加算を中心に考えてみたいと思います。で、そうしますと、まあ、こういったですね、例えば今その比負の整数の多倍長演算をやるといって、まあ、与えられた数をですね、まあ、いくつかの複数のワードを使って表して、でさらにそこにこう足し算を入れるということになりますと、まずその考えなければならないことは2つありまして、1つはデータの表現、これはその数をですね、そのいくつかのワードを使ってどのようなルールにのっとって計算機上で表すかということ、これを考えることが必要になります。よくこれは計算機科学ではデータ構造とも呼ばれますけれども、まあ今回はそのデータ、その計算機科学でやってるようなデータ構造ほどまあ深い入りはしない場合もありえますが、まあ最低限そのデータをその多倍長の数をどのように表現するかというルールは決めておく必要があります。それともう一つ決めなければならないのはその計算の手順ですね、演算のアルゴリズムです。
この2つを作って初めてこの多倍調整数の円を扱うことができるようになります。実際に計算機科学の一般的な分野においても、その何か計算をしようと思ったら、その自分がやらせたい計算をその計算機上でどう表現するかでデータ構造を決める必要があって、でそれらに対してどのような手順で自分が目的とする計算を行うか、アルゴリズムですね、アルゴリズムを作る必要がありまして、ですのでデータ構造とアルゴリズムというこの2つの問題っていうのは、そのまあいろいろな問題を計算機上で解く上で、まあ基本的な問題になっております。ですのでそのまあ本屋に行ってそのまあコンピュータサイエンスの棚を見ていると、このデータ構造とアルゴリズムという、こう表題タイトルをついた本がたくさん並んでいると思いますので、まあ、皆さんもそのうち見る機会があったら見られるのではないかと思います。ということで、囲碁ではこのデータの表現とそのアルゴリズムを実際に見ていきましょう。まずデータの表現から見ていきます。で、とりあえず、まあ一つのですね、大きな数をその何ワーとかのメモリに格納するっていうことを考えますので、まず最初にその与えられた数値が一体こう何ワード分のメモリを使って表せるものかっていうのを特定しておく必要があるわけです。ですので一応この多倍調整数の表現の中では最初にそのこの数値を表すワードで使うですねワード数を定めておきます。ですので一つこの多倍調の数を与える際には、まず数値をこの数を表すのに必要なワード数を K として与えることにしましょう。でそれと同時に実際にその数値を表すワードをちょうど K ワードですね、 K ワードの数、 K個分の K ワードの数を与えます。これをまあ A の0から A の K マイナス1としましょう。で、これが実際にこの A の0から A の K マイナス1のワードがどのような意味を持つかというと、まあ、数値を V と置いたときに、A の i というのはこういうものを満たす、こういう条件を満たすと、すなわち今 n というのは、ワードの大きさをビットで表したものですけれども、ですので、こう1ワード n ビットとしたときに、その1ワードで表せる数の情報の種類というのは2の n 乗なわけですので、まあ、そのワードをこう n 個、この場合は k 個並べて、この一つの
数 V を表すっていうんですけれども、もう少しこう物理的にこのビット列もしくはワードの列を並べたものをちょっと思い浮かべますと、ここはどういうことを表しているかっていうと、以前計算機の構成の話をしたときに、この一つ一つのワードをそろばんを使って表すという話をしました。と、まあ、二進でこう玉がこう n ビットだったら n 桁並んでいて、でそれぞれの桁の玉の数が1個のそろばんを思い浮かべたと思い浮かべましょうということを言ったんですが、これをまあちょうどこのように稽古並べたと思うわけですね。で一番下位の桁がこの A0 に来て、で A0 でまあ0から2の N 乗マイナス1までの数を表すと。でそれよりも大きな数になったら、今度はその上位の桁ですね、上位の桁がちょうどこの A1 というワードで表されると。で以下同様にそのまあ、一番上位の桁はこの A の K-1 というワードに収めるというふうなことで表すわけです。でこれは何も特殊なことではなくて、その我々がいつも十進数でやっていることとも言えるわけですね。十進数だと一桁、十進一桁の数ではこう10種類の、まあ、0から9までの数しか表せないんですけれども、じゃあそれを十進数の桁を使って例えば0から99番の数を表そうと思ったら、まあ、皆さん自明だと思うんですが、こう桁を2桁にするわけですね。そうすると10の位と1の位を使ってこう0から99番の数を表すと。ですので、まあ、これも言ってみれば同じようなアイディアで、最下位の A0 のワードでは、まあまあ0の1の位というんですか、1の位で表して、で次の A の1ではこの2の32乗の位を表すというようなこうアイディアで、我々が今使っている十進数と対応づけて考えると、まあ理解できるのではないかと思います。そうすると、まあこういう形でですね、この各ワードを並べたもので一つの数を表現するんですけれども、でこのことを囲碁の計算では A の0から A の K-1 までの値を並べて大括弧で括ったものというふうに表記します。これはたまたまそのこのテキストでそうなっているだけで、これが万国共通のルールというわけではないんですけれども、とりあえずこれからいろいろな計算をする上ではこの何らかの統一した表記が必要ですので、まあこのように書くということですね。で実際のその桁並び方との対比で気をつけていただきたいのは、そのこのテキストの表記の仕方ですと、その下位桁のワードから順番に並べていっているということに気をつけてください。まあ、表記がこうだと実際に表している数はこちらになるようになっていると。だからそのワードの並び方が逆になっているということですね。それに注意してください。でそれからともう一つここで注意しておきたいんですが、本来その計算機上でですね、そのこの多倍調整数をどのように表現するかっていうのを具体的な方法を考えていきますと、これらの、そのワードをですね、実際にどのような形でこうメモリに保持するかとか、そういったことをこう議論しなければならないわけなんですけれども、今回はそういった議論までは行いません。ある程度抽象的に、今回その一つの数をですね、稽古のワードで表すということにしましたら、
とりあえずこの一個一個の文字変数が1ワードの数を表していて、まあ、それを K 個並べて、まあ、K ワードの数を表すというところまでの表記にとどめておきます。ですので、ある程度まあ抽象的なところで議論を止めて、まあ、それ以降の計算をまあ進めるということに気をつけてください。なお、じゃあこれを具体的にそのコンピューターでどのようなにこう実装するかっていうことに関しては、先ほど述べたそのデータ構造と呼ばれる分野でいろいろ議論されておりますので、まあ、興味のある人はそのデータ構造に関するこう本を見てみるとよろしいかと思います。ここまでいいでしょうか。そうすると、まずそのデータの表現が決まりましたということで、とりあえずその K ワードのからなる多倍長の整数を表す手段は見つかったわけですね。で、次に考えなければならないのは、与えられた数が一体何ワードで表されているかということをこう見積もることです。我々普段はその十進数を使っておりますので、まあ、大体その計算機に何か数を与えるときにも、まあ、最初は十進数で与えるわけですね。でそれを、まあ、ところが計算機の方はいろいろな情報をこの二進数で保持しますから、ここでその多倍長数を与える際にも二進数に変換する必要があります。で十進数で与えた数を二進数に変換する具体的な方法はこの授業のさらに後の部分、さらに後ですね、後日議論することになると思いますが、まず最初に与えられた数をこの格納するのに何ワード必要かということをきちっと見積もっておく必要があります。そうでないと、仮にその必要なワード数よりもその実際に取ってきたメモリの数が少なければその数の情報を正しく保持できませんし、逆にその取ってくるワードの数が過大な多すぎるとその情報は保持できるんですけれどもメモリの無駄遣いになってしまうわけですよね。そうするとまあ数学でいう、まあ、必要かつ十分なそのメモリ量を見積もる必要があるわけです。でそこでまずその A という数ですね、これはまあ0以上の整数なんですが、これを二進表記した時の ビット帳ですね。ビット帳というのはその何ビットになるかということなんですけれども、これは多分多くの人はすでに察しがついているかと思いますが、その桁、その与えられた数に関してその桁数っていうのはその対数関数で表されますので。でこの場合は特に二進で 何桁かっていうことを見積もりますので、そうすると定が2の対数で表すことになります。で定が2のそのログなんですけれども、この計算基礎学1ではその計算基礎学、計算コンピューターサイエンスにこう特徴的な表記をいくつか用いていまして、で4ページにありますけれども、定を2とする対数はログの O を省略した LG という形で表しています。ので注意してください。で、さらに、もう少し具体的に見ますと、そのビット帳としてのビット帳の表現としては、この A に1を加えたものの2を定とする対数を取って、でこれも計算基礎学、コンピューターサイエンスで特徴的な記号ですけれども、それ、
その値を超える最小の整数を取ると。これ以上ですね、この値以上、この値を含むか、等しいかそれより大きい最小の整数を取ると。で、よくこの関数はセーリングと呼ばれて、セーリングって天井なんですけれども、まあ天井関数とも呼ばれますが、このセーリングを取ると。これによって、まず A を二進表記したときのビット帳が分かります。で、なぜこのような表現になるかは、まあそれほど難しくはないと思いますので、各自、後で考えてみてください。で、次に、じゃあまずその A のビット帳が分かったら、今度は、じゃあその A を表現するのに必要なワード数ですね、ワード帳が必要になりますので、まあ、それをこう見積もるわけですね。そうするとまず1ワードが N ビットのとき。その A を二進表記するのに必要なワード帳を見積もります。で、これはどうなるかというと、テキストにもありますけれども、A プラス1に対して、その2を定とするログを取って、で、それを N で割った値を、セーリングを取ると。これだけのそのワード帳が必要になるということがわかると思います。で、これを以後では、レンゲと書きまして、まあ、A の長さ、まあ、英語のレンズから取ったんですけれども、この A の長さと呼ぶことにします。ここまでいいですか。で、今ですね、何をやっていたかっていうと、この A を、この A、与えられた A という数を二進表記するのに何ワード必要かってことを調べていたんですけれども、まず、その A 自体の二進表記をするのに、まあ、この A、length of A だけのワード数が必要だということが分かりました。で、それに加えてどういう情報が必要かというと、先ほどこのデータの表現というところでやりましたように、このワード数ですね、この数がによって表される数値が使っているワード数に関する情報が必要でしたので、このレン A のそのものを角度するワードが必要です。まあこれが必要ですね。これはちょうど今のところはその1ワードだけ取ることにしましょう。まあ本当はこの A のレンスが
この1ワード分の数の値を超えるとこれだけ収まらなくなるんですけれども、でもこの1ワード分、例えば n が32とすると、そこではこのワード帳として一番大きな数としては2の32乗マイナス1ワードまでの情報を表せますが、まあそれを超えるワードの長さの大きな数っていうのはを扱うというのは、かなりその少なくとも皆さん我々が手元で使っている計算機ではあまり現実的ではないかと思います、ないのではないかと思いますので、まあとりあえずこの A のレングスそのものを格納するワードは1ワード確保しておくことにします。で、以上で、まあ、合計そのこの A ですね、A をその多倍長数で表現するのに必要なワードとして、まあ1プラスレングスオブ A だけのワードを用います。一応これでその与えられた整数を多倍長数でどのような形で表現して、で具体的に何ワードを使って表現するというところまで決まりました。以上が大体まあテキストで言うと14ページの内容で、でテキストの15ページの冒頭に問題の 2.4 というのがあります。でこれは任意の正の整数AB について次を示しなさいっていうことで、そのレングスの A とレングスの B とか、それからレングスの A プラス B とかに関するこう不等式がちょっと並んでいますけれども、でその意味というか目的を見てみますと、これはまあ A と B ですね、自然数、あ、正の整数か、正の整数 A と B が与えられたときに、例えば A プラス B、あ、 A と B か、 A と B をその多倍長数で表して、A プラス B ですとか、それから A×B ですね、和や積を計算したときに、それらの計算結果が、じゃあどのぐらいのワード数になるかということを見積もりなさいという問題の意味があります。ですので、これから我々、その多倍長数の、まあ、加減乗除といった基本的な演算を考えるわけですが、そうしますと、その際には、その計算結果を格納するワード数ですね、そのがどのぐらいになるかということも正確に見積もる必要があるということで、そういう意味でこの問題 2.4 が必要になるということで、まあ、皆さんぜひ考えてみてください。それでは残り時間、そうですね、ちょっと少ないですね。この次にこの今定義しました、今日定義しました、その多倍長整数のその加算ということについて、触れていきたいと思いますけれども、まあ、ちょっと残り時間少ないのと、まあ、切りがいいので、ここまで何か質問などはありますでしょうか。じゃあ、次回は、今定義しました、その多倍長整数の加算の方法について、アルゴリズムなどについて説明していきたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。